な崎き子は、日本のクラシック音楽ピアニスト。1970年武装に国際コンクール。1971年、リスト、バルトーク国際コンクールに上位入賞。1972年、カーネギーホールでニューヨークデビュー。その後、国際的活動を続ける。スイスロマンド還元楽団やシカゴ交響楽団、等と共演。 アメリカ建国200年記念音楽祭にはソリストとして参加。ワシントン大教授、東京音楽大学教授、東方学園大学大学院特任教授等を歴任。2002年より合宿型公開ピアノセミナー、ジョイブミュージック総監督。東京都武蔵野市に生まれる。幼少より井口明子に支持。小学校6年で日本学生音楽コンクール優勝。 東方女子高校音楽科を卒業後、ニューヨークジュリアード音楽院卒業。アメリカ建国200年祭では、アメリカ人として10人の若手ピアニストの一人に選ばれる。1979年、シカゴ公共楽団常任指揮者のゲオルグ・ショルティに発掘されを毎年、春休みに八ヶ岳、夏休みに奈良で開催。また、河合表参道、パウゼにてシリーズ。 ジョヨブチャンバーミュージック、ジョヨブミュージック40等の監修にあたる。2018年には、三大作曲家の愛と葛藤と題して、ショパン、シューマン、リストの作品を取り上げ、新たな2回のシリーズリサイタルを東京と京都で開催。このシリーズについて、田崎はこう語っている。前回のシリーズを終えたとき、 もうピアノを弾かなくてもいいと思ったくらい作品に没入し、それまで勉強したすべての事柄を投じた感があり、それこそ私の遺言のようなつもりで作品に取り組みました。その後、旅に出たり、商品とお話を交えたサロンコンサートを行ったりするうちに自分の中で明日死ぬとしたら何を弾くという問いが浮かんできましたこうして選曲されたのがショパン。 幻想ポロネーズオーパス61シューマンダビット同盟部曲集オーパス6リストソナタロン長ショパンマズルカ集よりシューマンクライス・レリアーナリストイタリアの巡礼全曲だったというありがとうございます